はい、どうもヨッシーです。今回は近鉄大阪線にある、名張駅にやってきています。2020年の10月にも一度撮影しておりまして、で、まあ、1年経ってこう何か車両が変わっているかなっていうのを、今回見に来ております。まあ、前回の撮影動画、概要欄の方に貼ってるんで、よかったら、そちらも見ていただけると嬉しいです。まあ、ちょっとやってきたと言ってるんですが、撮影したのは昨年末でございます。ちょっといろいろあって2ヶ月越しの公開となっております。車庫を映してます。前回動画でも言ったんですが、ここはとにかく汎用特急、エースとか、サニーカーとかそういうのが、多く留置されてまして、まあ、でもその中で今映ったアーバンライナーネクストが1編成だけいるんですね。これ前回の動画でもいましたね。名張発の名古屋行き特急で運用されていた記憶があります。この今朝の5時半ぐらいなんですけど、この時間の名古屋行き特急はネクストで固定されてるのかな。これは今、ライトつきましたね。アーバンライナーネクストって結構レアな車両なんですよね。なぜかというと、これ2編成しかいないんですよ。全部の近鉄電車のこの車両の中で。で、アーバンライナーって時刻表を見ると、まあ、この特急はアーバンライナーですっていうのがこう明記されているんですよ。これは、火の鳥、島風、伊勢島ライナー、ミスター EX、桜ライナー、青のシンフォニー。これは、時刻表に、書いてあるんですね。ただ、アーバンライナーね、これネクストなんですけど、よく見る方の、たくさんある方のアーバンライナー、あれがアーバンライナープラスっていうふうに言われてるんですけど、このプラスとネクストの区別がされてないので、アーバンライナーって書いてあってもどっちが来るかわからないんですよね。でもこれ前回もいたということで、今回もいるということで、これはもしかして固定されてるのかな？もしかして。このアーバンライナーネクストに乗りたかったら、この早朝の名張始発の名古屋行き特急に選べば乗車できるのかなと思っております。車庫から出てきましたね。ね、非常にこうユニークな顔してますよね、これね。プラスはこう飽きの来ない顔っていう感じですけど、これはなかなかまた愛嬌のある顔してますね。めちゃめちゃ速いですけどね、走り出したら。車庫から出る電車は、まあ今引き上げ線の方に入っていって、でここからまたさらに方向を変えて線路変えて、でホームに入るっていう。車庫って結構面倒くさそうですね、これ出ていくの。だいたいどの車庫もやっぱり引き上げ線入ってからまた違う線路にこう移動して、でホームに入ってってなりますもんね。ああ、もう運転手さんたちこう大変だろうな。はい、でこっからまた車庫側の方に、進み出します。こう車庫から出るのに1回で、車庫側のまた違う線路に、今進んでいく線路に行くのに、2回目で、3回目でホームに入るっていう、もうめんどくさそうな感じですね。1回出るのに1、2、3回。
ね、アーバンライナーネクストは表示幕がデジタルなんですよね。意外と近鉄特急ってこうアナログを使ってるのがちょこちょこあるんですよね。特急でも伊勢志摩ライナーもそうですし、あとなんだっけ、あとアーバンライナープラスの方もまだアナログの幕のままなんですね。結構今いろんなところでソラリーっていう駅のホームにあるどこどこ駅急行とか、あれね、通称パタパタと呼ばれてるやつ、あれが結構姿を消し始めてるんですよね。結構あれ、僕どっちかっていうとアナログ派なので、ね、やっぱああいうのがあるとレアな行き先がちらっと見えたりするから、まあ、そういうのが結構ね、みんなに人気があると思うんですけどね、それもまた寂しい限りでございますね。はい、今度はサニーカーが出てきましたね。このサニーカーとかエースとかは何年か前にこう今の塗装になったんですよね。ちょっと塗装を変える前の写真がないんで貼れないんですけど、まあ、このエースは似合ってるなって思うんですよ。エースってこの画面の右側にいる特急ですね。これは似合ってるなって思うんですけど、このサニーカーとかのこの顔に関してはちょっとすっごい違和感があって、2、3年経って最近やっと慣れだしたなっていう感じですね。横はね、めちゃめちゃかっこよくて、こう伊勢志摩の方、鳥羽駅とか賢島駅とか、あの辺のこう海のあるところ行くとすっごい映えるんですよ。これはめちゃくちゃいいんですけどね、この顔がね、あんまり顔のこととか言っちゃダメなのかもしれないですけど、まあ、最近やっと慣れて、まあ、いい顔してるなって思うんですよね。まあ、これもなかなかの多分変態発言なんでしょうけど。ね、これも引き上げ線に引き上げてからの、まあ、入線と。で、前回の名張車庫の動画を今回これ編集するにあたって見直してたんですけど、前回はちょっとこれより遅い時間に来たんで、さっきのアーバンライナーネクストが、ホームに入ってくるところからだったんで、この辺前回は映ってないんですよね。この辺ちょっと僕も初めて見る光景なので、ちょっと何が出てくるかわからないんですけど、まあ、名張から上本町だったらまあまあ4両編成でも十分いけるのかな。まあ、こんな朝早くから特急乗る人もそうそういないと思うんですけど、多分大阪の方に入ったら何かお客さんも増えるのかなという印象ですね。で、上本町の方から当駅止まりの電車かな。そうですね、名張止まりの各駅停車ですね、がやってきました。車庫の逆側、車庫があって線路があって、で今映っているところ、ここにも留置線があるんですけども、まあ、ここから今、これが五移動行きの各駅停車ですね、が、入ってきますと。名張から上本町の間は、まあ、6両編成の各駅停車が走ってますと。各駅停車は名張で分断されるようなので、名張から伊勢中川、今行ってる電車ですね。で、名張から、まあ、五移動上本町との方向に電車が行く形になってます。先ほど車庫から出てきてた、アーバンライナーネクストが、このホームに入ってきます。
前回の動画はこっからだったんですね。この顔でももうこの先だと130キロ普通に超えて、もう峠越えたりしますからね。名張から伊勢中川の間が、まあそこそこ秘境な駅もございまして、まあ特に有名なのが西青山と東青山駅ですね。あそこがもう夜がもう怖すぎるみたいですね。他の人の動画とかでも結構上がってまして、まあ僕もそのうち撮りに行こうと思ってるんですけども、もうめちゃめちゃね、その動画見てるだけでも怖いですもんね。で、サニーカーが今出ていきました。これはどっちに行くのかな。多分あの表示幕的には上本町方面に行く特急っぽいですね。もう朝からじゃんじゃん特急やっぱ走らせるのがね、やっぱ近鉄のすごいところですね。JR とかだとこの時間走ってない、多分。あ、また2両編成の電車も出てきましたね。名張駅って10両編成まで止まれるんですけど、まあ、この10両編成のホームにこの2両編成の電車が来るっていうのもね、こうなかなかシュールな感じで、なんかね、今10両編成で走ってんのって快速急行だけだったかな。あと平日朝に準急が来る、それが10両っていうのをなんかウィキペディアで見たんですけど、まあ実際見たことないんでわからないんですけど、まあここで平穴分解されるんですよね。まあその中に2両編成の電車が来たりすると、なんかね、頑張れって応援したくなりますね。で、今引き上げていってるのが、これ確かね、回送電車だったはず。もうね、2ヶ月前だから、覚えてること、忘れてることが、もうちょこちょこあって、時刻表をちょっと見直したりして、整合を取ってるんですけど、でもエースはなんか回送電車だったなっていう記憶がなんかあるんですよね。横からなんか電車が出てるな。これなんだっけ？ああ、アーバンライナーが行っちゃった。もう車庫か電車かどっちかをこう選ばないといけないですからね。ああ、行っちゃったね。名古屋まで行ってらっしゃい。で、このさっきのサニーカーが入線すると。これもさっきの車庫の線路からだと南蛮線にでも入れる感じなのかな。4両編成ですね。あ、難波行きか。大阪難波行きですね。10両編成のホームだからね、これもうめちゃめちゃホームが遠いんですよね、これ乗るところが。各駅停車が出てきますね。まあ、2両編成でも足りるぐらいこう秘境な感じがするんですよね、青山って。青山町車庫ってあるんですよね、青山町駅に。これも過去の動画にあるんで、よかったら、見ていただきたいんですけども、そこにも車庫があって、そこはでも朝と夜しか、いないんですよね。もう本当に夜間の留置のためだけの車庫みたいな。
形で。で、まあ、たまにこうイベントとかで電車が展示されたりするみたいですね。何かしらこう撮影会とかに使われる、車庫のようですね。あ、さっきの S ですね。確か回想だったはず。前回の動画、サニーカーはエースをこう繋いでたみたいなんですけど、それもうなくなったのかな？ 4 両編成で、運行になっちゃったのかな？特急が並ぶ光景もこれあんまり見れないですね。はい、先ほどの2両編成の電車が、伊勢長川行き各駅停車として、入線と。これもこの位置で電車待ってたらもうめちゃめちゃ歩かないといけなくなりますね。なんか凛々しい顔つきが並んでますね。で、こちらから回送電車が発車すると。もう車庫って動きがない時全くないけど、動きがあるともう目まぐるしくこう出たり入ったりしますからね。車庫撮影の際はもう本当にカメラを構えっぱなしにしとかないともう撮り逃しちゃいますからね。これは何で出てくるんだろう。名張発急行かな。6両編成は、伊勢中川方面だともうほぼ急行で、上本町方面だと何にでも該当するからわからないですね。わからないし覚えてないんですよね。行き先幕が見えるかな。この丸顔の電車もそこそこもう中堅クラスの電車ですからね。まあ、ほぼ同世代ぐらいになるのかな。先頭の表示幕が消えてますね、これ電気が。ああ、これ、何だったかな、快速急行ってなってた気がする。あ、快速急行ってなってますね。もうこのズーム上げても画質がぶれないためだけに今使ってるカメラ買いましたからね。こういう時にね、便利なんですよ。快速急行に増結するのかな？なんだろう、車庫の中で何か増結するのかな？上本町方面の快速急行ってね、始発駅が確か青山町だったはずだから。青山町ってこっからそんなに言うほど離れてないので、多分5、6駅ぐらいしか離れてないから、だったら青山町でやればいいみたいな感じになると思うので、多分この車庫の中で何かやるのかなと思ってます。で、唐突に現れたこの電車ですね。取り逃してました。すいません。もう途中でトイレ行ったりして、その間にね、いい電車を取り逃したりとかすること多々あるんですよね。で、車庫に入っていくと、もうとりあえず早朝の一仕事を終えてみたいなね。この名張駅って、まあ、さっきから映してますけど、ホームが結構まっすぐなのと、まあこういう車庫もあるので、結構撮るのにはすごいおすすめの
駅かなと思います。もう車庫が横にあるっていうのがもうすっごい楽ですしね、楽だし面白い。名張と青山町とあと高安、これは横にも車庫があるからすっごいこう電車が来るのを待ってる間も結構楽しいなぁと思える駅だと思ってます。名張のあの屋根のあるところは何だろう、名張でもなんか点検とかしてるんでしょうかね。まだエースとかサニーカー止まってますね。もう汎用特急のための車庫みたいな感じがしますね。先ほどの上本町行き快速急行の、4両編成が発車しましたね。これ車庫の方に向かってますね。これどうするんだろうな。まあ多分車庫の中で増結するか種別変えて、4両編成だから、あどっちかな、伊勢中川行き急行にも4両編成当たることあるから、まあどっちかに行くのかもしれないですね。ね、がっつり屋根のある方向に行きましたね。はい、というわけで4両編成が屋根の方に入るところで、この動画、この電車が最後でございます。面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。そして、この駅ちょっと撮ってきてよと、この電車なんか撮ってこいよと、いうのございましたら、ぜひぜひコメント欄の方に書いていただけましたら、撮ってきますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで、今回は2度目の名張駅でした。今後も頑張っていきますので、応援の方よろしくお願いします。というわけで、ヨッシーでした。どうもありがとうございました。